お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM ベースボールカードタイムトラベル1985の開封動画、今度はね後編の7袋開けていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。まずはね後編の1袋目でございます。巨人のね貞岡昌司投手でございます。ちょっとごめんなさいね、はい、失礼いたしましたね。千葉ロッテマリーンズ、ごめんなさい、ロッテオリオンズの村田昌司投手でございます。広島東洋カープのこちらね、山本浩二選手が救援記録を更新する14号を放つ時のカードでございます。で対応失礼しました、南海ホークスの山内孝則投手でございます。太陽ホエーズの屋敷要外野手でございます。で近鉄バファローズの村田辰巳投手でございます。で2袋目でございます。日ハムの高城慎也内野手でございます。で読売ジャイアンツの篠塚俊夫内野手でございます。で弓岡慶次郎選手が1試合4ギターをマークした時のカードでございます。広島東洋カープの山本浩二高知県外野手のカードでございます。後に第3回の WBC のね侍ジャパンの監督もございます。ヤクルトスワローズの若松トム外野手でございます。かつね監督も経験もございます。ヤクルトスワローズの尾花高雄投手でございます。3袋目でございます。広島の古澤健二投手でございます。近鉄バファローズの村上隆之内野手でございます。近鉄バファローズのね島本浩平外野手でございます。南海ホークスの藤本修二投手でございます。阪急ブレーブスの佐藤義則投手でございます。で、読売ジャイアンツの王貞治監督でございます。現在はソフトバンクホークスのね会長でございます。4袋目でございます。ロッテの大谷智久投手のねカードでございます。広島東洋カープの北別府学投手でございます。で、鈴木啓二投手のカードでございます。これ近鉄バファローズでございます。で阪急ブレーブスの熊野テルミス外野手でございます。で阪神タイガースのランディーバース外野手でございます。で西武ライオンズの工藤公康投手でございます。5袋目でございます。ロッテの宋克夫投手でございます。中日ドラゴンズの小松達夫投手でございます。近鉄バファローズの鈴木啓二投手のカードでございまして、中日ドラゴンズの宇野勝内野手でございますね。外野手ところね、取ろうとした時にね頭を落としたというね、あの新プレーがね今でも記憶にございます。読売ジャイアンツの江川卓投手でございます。中日ドラゴンズの川又義俊内野手でございます。6袋目でございます。
西武ライオンズの井上弘明守備走塁コーチ兼外野手のこれカードでございます。で、ロッテの高澤秀明外野手のねカードでございます。で、村田兆治投手のねこちらカムバック賞の、ね、カードでございます。で、日ハムの河野ひろふみ投手でございます。で、阪急ブレーブスの水谷実雄内野手でございまして、日ハムの島田誠外野手でございます。で、最後の7袋目でございます。阪海ホークスの門田博光外野手でございます。で、阪急ブレーブスの松永博美内野手でございまして、直筆サインカード出ましたね。こちら、高橋、これは吉彦選手ですね、広島東洋カープの、直筆サインカードでございまして、こちら、90分の40でございますが、過去実は1回上げてる時も実は高橋芳彦選手の、直筆サインカードをね、当てております。ちょっとね、ついてるのかついてないのかちょっとね分かりませんけどね、まあ、直筆サインカードをね大切いたします。で、続けていきたいと思います。太陽ホールズの遠藤康彦投手でございます。で、福本豊選手が三塁打の最多更新を記録した時のねカードでございます。最多記録を更新した時のカードでございます。失礼いたしました。で、最後に、ヤクルトスワローズの八重樫幸雄捕手でございます。はい、以上で BBM ベースボールカードタイムドラベル1985の開封動画終わりたいと思います。ね、こちらでございます。高橋芳彦選手の直筆サインカードで、ございました。で、またね、こう最新の方でね、また購入したいと思っておりますのでね、またね、こういった直筆サインカード目当てにね、またプロ野球カードを、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。